新生寺は、神奈川県横浜市磯国磯子にある高野山、新言宗の寺院。三号は、善馬山。陰号は、三里院、または、三つ言院。本尊は、阿弥陀如来。次元では、平安末期の樹英元年に、磯子の領主、平子雄長によって再興されたという。それ以前の記録はなく、解散回帰は不明。平子雄長は、 アズ鏡にも名前の見える武将で、蘇我兄弟の仇ダウ事件では、源頼朝の陣屋敬語の任務についており、蘇我好きなりと切り結び負傷したという。次元では、重傷を負いながらも生還できたことを日頃から、信仰する美写門天の加護と喜び、当時に美写門天像を奉納したとされている。現在、本堂に安置されている美写門天像がそれで、 平安後期の作風を今に残すとの理由から、横浜市の指定有形文化財になっている。再興されて、以降、平子市の出身者が代々住職を務め、平子市の菩提寺として、流星を誇ったという。新編武蔵風土機構には、かつて小前場といった近隣が三家村に分かれたことから、三里院と呼ばれたとある。下って、室町時代の文明5年、そう、園鎮によって、 造営を加えられた。江戸時代は、幕府より、院寺に任命されていた。明治6年学生の交付により、小学、新小学者を開設。大正7年、磯子七福人が設定されると、そのうちの美写門店となる。磯子七福人は、戦争による中断を経て、昭和53年に、磯国生50周年記念事業として、横浜磯子七福人として、 再整備される。磯国の新年の恒例行事として定着している。現在の本堂は昭和37年に落計。鉄筋コンクリート作りの転軸様式の外観が目を引く。平成21年、フィリピンコレヒドール島の日本庭園にアジア太平洋戦争戦没者異例の観音像を建立。平成26年には翌平成27年の高野山。 海装1200年に先立ち、記念事業として、仏石の形というお砂踏み霊場を開設した。これは、インドの八大聖地、中国の諸霊場と工房大師修行の地、そして四国八十八箇所や、新言集計書集の本山及び、高野三億の院までの砂が収められている。インドで発祥した仏教が、工房大師空海によって、日本にもたらされ、 密教文化が花開く道程をたどるという壮大なもの。異色な点としては、宗派を超えて、比叡山伝行大史病、和州総本山四天王寺の砂も収められていることが挙げられる。磯子に伝わる説話に、新生寺の鐘というものがある。戦国時代、後方上氏が、上杉氏との合戦で、川越に出払った隙に乗じて、安房の里見氏が磯子に進行。 村を焼き払い、略奪の限りを尽くした。新生寺にも暴れ込んだ。里見軍は、戦利品として、新生寺の金を奪った。引き上げの途中、突如、新生寺の金が、ゴンゴンとなり出し、同時に大きくしけ出した。恐れをなした、里見軍は、金を含めた、戦利品を海に放り出し、命からがら治療へ逃げ帰った。今でも新生寺の金は、 海の底で鳴り響いているのかもしれない。ビッシャモンテン像、ありがとうございます。